4月7日、日本テレビ系列それって実際どうなのかという番組に出演しました。こんにちは、谷口光俊です。この番組では私が考案しました骨盤ボールダイエットを、顔はカトパン、体はパンパンで有名な持田コシヒカリさんが1週間骨盤ボールダイエットエクササイズを実践してくださった、その成果を発表するという番組でした。持田コシヒカリさんが1週間一生懸命頑張ってくださったおかげで、彼女も驚くぐらいの成果を出すことができました。私自身この番組に参加させていただいて、骨盤ボールダイエット5つのエクササイズをご指導したんですけども、さらに自信を深めることができました。あなたにもぜひこの骨盤ボールダイエット5つのエクササイズに挑戦していただいて、夏までにかっこいい体を手に入れていただきたいんですが、もうすでにこの番組は放送終了したのでご覧いただくことはできないのですが、そんなあなたに朗報です。今 TVer で4月14日まで無料でこの番組をご覧いただくことができます。この番組をご覧いただけるようにページを作りました。そして概要欄にそのページの URL を貼っていますので、ご興味のある方は今すぐご覧になってください。この番組では私はスタートから約20分50秒から出ていますので、そこからご覧いただけましたら骨盤ボールダイエット5つのエクササイズをご覧いただくことができます。それではもうあまり時間もありませんので、今すぐ概要欄から骨盤ボールダイエット5つのエクササイズをご確認ください。